か実家は置いとくもんだと、うん、四国の実家あきこ頼むと、どうしてもかかる出張経費で、はい、ざっと1000万円です。1000万、あの全部親が取ってた、VHS とベータを、まあ、自分で残したいものを厳選して、それもね48万円ぐらいかかりましたかね。あの仕事で使った衣装とか、ものまね尾崎先生の大きいトロフィーとか全部ね実家に送って、実家をその倉庫代わりにしちゃうんですよね。でそのたびの親はまたね離れを作るんですよ。その物を保管するね、息子娘が送ってきた荷物を保管するためのまだ負の財産になるべく建物を建てちゃうんですよね。ですけど結局やっぱり実家じまいをするときに今度また自分家に持って帰る羽目になりました。なるほど、はい、ブーメランなんて帰ってきました。なるほど、つかないですよ。まあね、これぐらいあるかな、130センチぐらいあるかな、大きいあのトロフィーですけれども、また持って帰ってきました。大事に。なるほど、はい、東京、四国を往復してます。トロフィー、はい、もう実家に送ったんですけれども、まだ私の手の中に、はい、戻ってきてます。そうなんですよね。父親のその言葉は本当に重かったですね。自分が背負わなきゃいけない宿命なんだろうなって心の隅でやっぱり思ってましたね。はい、で後で振り返ってもう1000万を超える必要経費になってしまってたっていうことにもう膝から崩れ落ちました。はい、もうまあもったいないことはしたなと思うんですけれども、私と父のその言葉があって、私がその実家の思い出、実家を、しまうっていうことに、まあお金はかかりましたけれども必要な年数と費用だったのかもしれないですね。はい。